日本サッカー最大にして最も歴史のあるトーナメント天皇杯準々決勝を迎えました。90回の歴史の中で初めての3連覇に挑むガンバ大阪、対戦相手はこれまで何度もタイトルをめぐって戦ってきた浦和レッズです。まもなく選手たちがピッチに入ってきます。非常に冷え込んでいます大阪吹田市の万博記念競技場です。強い風に煽られまして先ほどまでは雪が舞っていました。気温が3度7分、湿度 40% です。この試合の解説は菊西崇さんです。菊西さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。実況は杉澤、リポート笠井でお伝えします。さあそれでは両チームの勝ち上がりです。ガンバは3回戦 J2 の栃木、4回戦では延長の末柏を破って準々決勝へ。レッズは3回戦 J2 の徳島、4回戦は J1 の磐田に勝ってこの準々決勝へと進んできました。福西さん、はい、ガンバの方は3連覇がかかっている中です、この試合を迎えているわけですが、はい、レッズとこの含めてですねモチベーションの面ではどうでしょうか。ガンバにとってはその3連覇という偉業を、ね、成し遂げるためにやはりチームとしてのモチベーションというのはまとまって強いと思います、はい、逆にレッズは監督いなくなったり日本で選手細貝選手が、ね、退団するということがありますからね、そちらのモチベーションもどうチームに影響するかというのは今日の試合出てくるところはあると思います ね。 そうですね。さあそんな中まずガンバのスタメンからご覧いただきましょう。ゴールキーパー藤ヶ谷、ディフェンスは今日右に安田が入ります。中央には中澤と高木、そして左には下平です。中盤に遠藤と明神、攻撃的なポジション左に橋本、右には3年目の武井が入ります。2トップはルーカスとイ・ウノです。対する浦和です。ゴールキーパーは山岸、ディフェンスは右から岡本、山田信久、坪井、宇賀神、そして今日は中央に堀之内が入りまして柏木は一つポジションを上げました。細貝が中央で攻撃を司ります。そしてポンテトップ下、右に若い高橋、ワントップはエジミルソンです。今シーズン限りでフィンケ監督が退任することが決まりました。2シーズン指揮を取りましたが、まあ、タイトルがこれまで取れてないという中でレッズはこの最後のタイトルを取りたいというのが一つモチベーションです。さあ福西さん、この試合ですけれども、はい、どんなところを見どころにされますか。まあ、中盤の攻防でしょうね。あのガンバにとっては攻撃に厚みを持たせるために中盤が大事だし、というか、としては守備からしっかりとした攻撃に進みたいところで中盤の攻防がどんどん先に、ね、行った方が試合を運べるんじゃないかなと思います。昨日アジアカップの日本代表が発表されましたけれども、浦和レッズの方からは細貝と柏木、まあ、中央で攻守にわたって、ね、活躍をする選手、はい、それからガンバの方は遠藤が選ばれました、はい。まあ、日本代表同士のこう対戦といいますかマッチアップというのも楽しみになりそうですね。そうですね、駆け引きは出てくると思いますね。中央でどちらがこう主導権を握ることができるかというのが一つ試合のポイントになってきそうです。まあ、J リーグの最終節が終わってからおよそ3週間空きました。まあ、この間に練習試合を両チームとも組んでいるわけですけれども、まあ、その入り方という面では実戦久しぶりだという話を両チームの選手がしています。そうですね、練習試合はこなしてますけれども、ちゃんとした公式戦となれば、ね、また入り方は変わってきますからね。そこ非常に大事なところでしょうね。遠藤もこの試合の入り方には一つ注意をしたいんだという話をしています。この両チームは今シーズンのリーグではガンバが2勝しています。ただ2回目の対戦ではガンバが守って前半を守りきって後半に得点するという試合でもありました。まもなく前半の45分が始まります。浦和レッズピッチの左です。そのレッズのキックオフで試合が始まります。エジミウソンとポンテ、今前半の45分が始まりました。左から右に赤と白の浦和レッズ、右から左に青と黒のガンバ大阪です。エジミウソン狙って一つ起点を作りました。右サイドを使います。右サイドバックは岡本です。岡本から中央の細貝へ細かいパスをつなぎに行く。あ、ここ橋本が奪いました。そうですね、ルーカス右に展開、右サイドバックの安田が上がってきます。安田の前には大きなスペースがあります。安田から斜めにボールを入れようとしましたが、ここディフェンス対応しました宇賀神です。いきなり橋本が中央でいいプレッシャーからボールを奪ってガンバが速攻につなげようというプレーがありました。そうですね、中盤のところでのボールインターセプトでしたよね、はい、そこでうまく取れれば早い攻撃につながりましたよね。倒れますがファウルはありません。両チームとも中盤でのディフェンスというのを一つポイントに挙げているこの試合です。入りは非常に大事ですからね。本当にこう寒い中で体が動かない中どうするか、そういうところを今入りながらやっていると思います。ポンテのスルーパスはオフサイドです。
この試合主審は東条実さん、副審は西尾秀明さんと真島修一さん、第4審判は岡博光さんです。ルーカスに入ります。ルーカスがワンタッチでつなぐ。ここに武井がフォローに入って明神へ、明神から右サイドバックの安田です。もう一度明神へ、レッツもここラインをグッと上げてきます。コンパクトにショートしています。そうですね、しっかり前から行くのではなくて、うまくこうコンパクトにしてから取りに行くという形ですよね。パスをつなぐサッカー、それまでのカウンターサッカーからこの2年をかけて非常にポゼッション、ボールを保持することを目指してきたレッツ。そのレッツ、指揮を取ってきたフィンケ監督は今シーズン限りで退任することが決まっています。そのフィンケ監督、それからポンテ、あるいは細貝といったところがこのチームを離れることがすでに決まっています。このメンバーでできる最後の大会。そうですね、それは選手も分かってますし、選手はフィンケ監督が、ね、退任されることでまた選手主導のところも出てくるかなというところは予想してるんですけどね。このゲームにおいてですね、選手たちがイニシアチブを持って攻撃を作るのか。柏木今日中盤1つ前のポジション、長いパスが通っていきますが、いいですね、つながりました。ゴール前はエジミンソンが待っている。少し下がってポンテ、サイドバックに下げた宇賀神だ、シュートに行った、ポンテだ、スルーパスだ、宇賀神のシュート、ディフェンスに当たりました。いいカバーしましたね。まだレッツです。ポンテシュートは打たせません。まだレッツ、中央から細貝がミドルを打った。ここもシュートブロック、ガンバディフェンス集中しています。ファールがあってレッツボールのフリーキック。いやー、レッツがその持ち味である細かいパスつなぎ、そうですね、非常にいいサイドチェンジから相手をディフェンスを、ね、2枚引き連れて、そのできたスペースにうまく入ってきましたね。立ち上がり入り方としてはレッツも随分こう前から来てる感じですね。そうですね、中盤でガンバの方は中盤で取りに行こうとしてるんだけども、うまくかわされた時にしっかりブロックを作ってますけれども、はい、そこで中盤の中で今浦和が少し上回ってる分、攻撃そして試合をコントロールしてるような気がしますね。ピッチに倒れているのはセンターバックの中澤です。その攻撃の場面、大きないい展開柏木からでした。そうですね、ここで安田選手と2人いってるんですよ ね、そこで空いたところにうまくパスが渡ってスペースが使うことができましたね。ただガンバもしっかりこう守備をしてますね。バランス崩れてはないですよね。そして持ち味であるこの中澤あたりの激しいシュートブロック、ここ明神かわされましたが最後中澤が行っていました。インコントロールしましたね。さあセットプレーです。ポンテがボールの後ろにいます。柏木もいます。エジニューソンが近くにいます。正面に壁、ガンバは右から4人並んでいる。スラッシュシュートにいった、ポンテが打ってきました。もう一度シュート、キーパー正面でした。少しボールを動かしてポンテは狙ってきました。意表をついたプレーだと思いますけれども、ガンバの選手も集中してましたね。最後のシュートは細貝が打っていきました。まもなく前半5分が過ぎようとしています。今度はガンバの攻撃、橋本が上がってきた。橋本がスペースに上がってくる。ここは橋本を失いません。明神がこれ中盤の少し下がったところ、シュートに行きました。ここまでシュートがありませんでしたガンバ大阪。ここで明神が狙っていきました。そうですね、リズムが悪かったところで少しリズムを出すためにシュートを打ってきたところですけれども、やはりガンバにとって攻撃に対してリズムを作るのはルーカス選手なんじゃないかなと、はい、やはりできるだけボールに触ってボールを落ち着かせてですね、中盤の選手が上がってくるのを待っている状況がうまくできればね、ガンバもうまく攻撃が回ると思うんですよね。対するレッツの方は本当に今日はパスが回ります。ガジン、細貝、こういったところがボールに近づいていって積極的にボールを触っています。柏木も下がっています。縦に入れてきた、ボールが通るか、ここはディフェンスよく足出しました。さあここからカウンター、いけません、潰しに来ました。細貝のディフェンスです。すぐに明神が蹴って、ルーカスへ、ルーカスに通る。ゴール前は人数が足りない、1人ですけどね。ルーカス下げた、橋本シュート、キーパーパンチング、山岸のパンチングです。コーナーキックです。ナイスキーパーですね。ルーカスが少しボールを持って時間を作って橋本突っ込んできました。そうですね、この辺は抜け目ないですよね、この明神のリスタートにね、はい、そしてうまくルーカスが時間を作る、少し橋本選手がシュートですよね。こう決定的な形ですよね。さあそしてセットプレー、コーナーキックです。
長身の中澤上がっています。高木も上がっている。高木がニアに行こうとします。ちょっとゴール前で小競り合いがあって選手が倒れました。一旦止めます。主審の東条さんです。高木が非常にポジション取り細かく動いています。今ペナルティースポットの近く。長身です。高木188センチあります。さあボールが入ってくる。ルーカスがニアに寄ってくる。ルーカスを越えた。ディフェンスに当たります。まだガンバボール。アプローチに行く。ああ奪ったのレッツです。ルーズボール。ガンバがキープ。ここはボールの奪い合いです。うーん足元のところボールの奪い合い。宇賀神が大きく蹴り出しました。走ってます。スピードに乗ってレッツがカウンターにかかろうというところです。それぞれゴール前でのチャンスを作った浦和とガンバ。細貝積極的。エジミウソン狙ってくる。積極的に長い距離から狙ってきましたエジミウソンです。そうですね。お互いに本当にこのゲームの流れのリズムを作りたいっていう現れでしょうね。ショートで終わってしっかり攻撃してるっていうところでまた足にスタートしてコントロールしたいなっていうところだと思いますよね。エジミウソンは今シーズンリーグでは16ゴールを挙げました。浦和では3年目。やはりフィニッシュはこのエジミウソン。そこまでにどうこう崩していくのか。そうですね。エジミウソンが下がってもう試合をコントロールしなきゃいけない状況っていうのは浦和は苦しいように思いますけどね。スペースに出したガン。左から下平ディフェンス対応しています。きっちりこう選手選手にレッツのディフェンスがついていっているそんなイメージがあります。ただここはガンバのコーナーキック。遠藤が蹴りに行きます。またディフェンスから中澤と高木が上がってきます。長いに190センチ近い高さがあります。ちょっとでもマークを外せればね遠藤選手合わせてきますからね。2つ目のコーナーキック。今度は右から高木が突っ込んでくる。ニアだ。合わせに行った。ディフェンスクリア。コンテが大きくクリアしていきました。おっと安田のパックキックは橋本がつなぐ。相手に当たっています。スローインです。ルーカス入る。ああここ細貝のディフェンス意識してますね。今度は右です。右サイドバックで起用されている安田。低いボールを早めに上げてきてルーカスの足元収まった。遠藤だ。ゴール前に選手が入っていくか。もう一度ルーカス。遠藤シュート狙っていきました。コントロールしたシュートを見せました遠藤です。やはりこうルーカスと遠藤のその状況を見てね遠藤選手も上げれるっていう体勢からですよね。そこでルーカス選手も感じてすぐにサポートに来るところはこうスムーズですよね。やはり福西さんお話になったそのルーカスに入るとバリエーションが出てくると言いますか厚みが出てきます ね。選択肢がたくさん増えますからね。やはりディフェンスは守りづらくなると思いますね。ガンバのルーカスも今シーズン限りでこれチームを離れることが決まりました。まあ、それ選手自身も分かってますしね。ガンバの選手たちも経験豊富な選手たくさんいますから、はい、うまくこう花を、ね、持たせてあげたいという思いは強いでしょうからね。そのルーカスへのスルーパスは通りません。ただその後もすぐにボールに対してプレッシャーをかけに行きます。ガンバの選手も早いですねプレッシャーが。互いにボールに対して奪われた瞬間にこうプレッシャーに行くような中盤の攻防になっています。まずそこの切り替えが一番大事ですからね。取られてからすぐに守備ができるか、はい、攻撃がすぐにできるか、そこのリズムから得点につながるわけですからね。プラスそれ奪った後に今度は攻撃の面ではサイドをどちらも使ってこようという意図が見えますね。そうですね。こういったスペースを使うことで岡田選手上がってきましたね。大きな展開。あここはチャレンジに行きました。逆にこう攻めた後にはリスクがあって、はい、やはりこのスペースをね今ルーカス選手使いましたけれども、すごいが対応しました。いい対応しましたね。ルーカスも坪井も。